皆さんこんにちは。コーヒーを愛しすぎた男、岩崎泰三です。ついにこの待望の企画やってまいりました。アイスカフェラテランキング今までやってなかったんですね。本当ですか？いや、やってないらしいですよ今までこれだけいろんなランキングをやってきて一度もやってなかったっぽいんですよね。なんかやった気がしてならないんですけど、動画全部こう見返して調べてみるとアイスカフェオレのランキングは初。あの大手はやってるんですけどコンビニは初っていうことで。大手はやったよね。大手やりました。アイスでね。アイスやりましたね。いや、コンビニのアイスカフェオレ、アイスカフェラテもう相当ディープな世界になってきてますから、いや今日ちょっと楽しみですね。でまたこの空のカップがずらっと並んでるっていうことはそれぞれに個性も現れてきておりますけれども、またいつもの通りそうです、あの最強のオペレーションでここまで運んできてくださっているということですね、はい、もうこれはコンビニで購入して、で氷が溶けることももちろん想定して作られているレシピなので、氷が溶けたタイミングで氷と液体を茶こしを使ってセパレート、サーモボトルに入れてここまで運んでくる、新しいクラッシュアイスに入れて復元すると、最強のオペレーションで毎回やらせていただいておりますが、このコンビニのランキングシリーズは毎回ものすごいご好評いただきまして、反響も大きいんです。まあやっぱり皆さんいろんなコンビニでコーヒー飲んでらっしゃるということなんだろうなと思うんですが、まあ、私自身も結構コンビニのコーヒー飲みますよ。ただこういう形でっていうのは初だから、さすがにこれどうなってんだろうと。アイスコーヒー単独、ブラックのアイスコーヒー単独以上に大きな個性の違いが出るんじゃないかなということを今から期待できますね。いやー、続々します。それでは行ってみましょうか。行きましょう。皆さん最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。皆さん、アイスカフェラテランキング2023ということで、コンビニコーヒーどん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 進化続けてますからね、まあ、ここ最近で言うとブラックコーヒーの世界で言うと、まあ、エチオピアを使ったモカ、ファミマ対セブン、すごいじゃないですか。これはこれで対決動画撮りたいなと思ってるんですが、まあ、ファミマといえばチャンピオン粕谷哲さんが監修してコーヒーのクオリティがもうぐん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 上がりましたよね。でまあ、これまでコンビニコーヒーの中で最強と言われてたセブンイレブン、このセブンイレブンのコンビニコーヒーも実はブラインドで飲み比べしてみると最強でもなかったなどなど、もうね、衝撃の結末の数々がこれまで上がってますから、ぜひ概要欄から皆さんこれまでのアーカイブもチェックしてみていただきたいと思います。さあ今回は、まあ、このエントリーしているブランド、このおなじみのカップもありますけど、あれっていうのが、あれ一緒にいますえ、 TCL にあったやつじゃない？違います違います、ちゃんと買ってますよ。どっかで買ってますこちらから行きましょうか。そうですね、こちらから行きましょうか。これは店舗数ランキングです。店舗数ランキングで並んでますね。で第5位はセイコーマートなんですけど、うん、例のごとくセイコーマートこの辺ないので、セイコーマートを飛ばした上位7店舗、セブンイレブン、ファミリーマート、ミッションインポッシブルマートな、ね、なんかそうですね、うん、コラボしてるみたいです、はいはい、でローソン、ローソンはもう一瞬でわかりますね。かわいい。うん、かわいい。で、ミニストップ。ミニストップ。で、その次が、デリーヤマザキですね。ですね、これは。うん、前、なんかアイスコーヒーの時も、こんな感じでしたよね。そうそうそう。逆に存在感あるよね。うんうん、で、ニューデイズですね。ニューデイズ、エキナカフェ。そうです。なるほど。で、ここにセイコーマートが入るけれども、そうですね。第5位にセイコーマートがいるので、うん、ミニストップと、デイリーの間に入るんですね。この辺りにセイコーマートがあんまりない問題、セイコーマートのコーヒーもめちゃくちゃ素晴らしいんで、泰造またあの来週札幌出張行きますけど、セイコーマート行くの今から楽しみにしてるんですよ。もうあの缶コーヒーのクオリティもね、まあ、セイコーマートのコーヒー編もぜひ見てください。このコンビニコーヒー語る上で絶対外せないですからね。さあ今日はこの6種類がノミネートということになっておりますが、どうでしょうかね。やっぱりファミマは相当ここのところコーヒー全体的にクオリティ上げてきてますからね、うん、まあ圧倒的に独走するのか、やっぱローソン、うん、これは相当な期待ですよね。そうですよ。なぜかっていうとローソンだけ
まあ、だけとは言わないですけど、もう最初からローソンはエスプレッソ抽出にこだわり続けてる。セブンイレブンは最初からドリップ抽出にこだわり続けた結果最強の支持を得たんですけれども、まあ、このセブンイレブンが作った結局日本人ドリップコーヒーが好きだよねという流れを追随して他のコンビニもみんなドリップ化してきたという流れはもちろん大きく見るとあるんですけど、やっぱりローソンといえばエスプレッソの濃厚なコーヒー感、エスプレッソにしか出せないあの甘みの世界観、これ持ってますからね。まあ、ちょっと異彩を放つ可能性ありますよね。ちなみにローソンなんですけど、うんうんうん、今日はアイスカフェラテで買ってきてるんですけど、はい、他にもアイスマイルドエスプレッソラテっていうのとアイスダブルエスプレッソラテっていうのもあるんですよ。これサルタヒコ監修じゃないですか。いやサルタヒココラボをしてたの、うん、この間ローソンで見て、はいはいはい、うわーと思ったんだけど、うん、その看板が出てない店舗もあるよね。そうですね、看板出てなかったと思いますね。あった、いやこのサルタヒコとローソンのコラボは、うん、まあ、このアイスラテだけではなくでこれまでのコンビニコーヒーの中でコラボの話いろいろありましたけれども、まあ完売次第終了みたいな一期のね限定イベントだったのかもわかりませんが、やっぱりローソンのこのエスプレッソ系ドリンクへのこだわり、これは並々ならぬものがありますよね。そしてこれまで数多くのタイトルを獲得してきたミニストップ、今回はなぜか蓋がない。これどういうことなのか。蓋紛失事件です。本当あったんでしょう。本当ありました。こちらのお店で。ないところにこだわってるわけじゃない。いなくなっちゃったなって感じです。なるほど。でもこれ見るとカップに残留しているミルクの質が違う。そう、これだけ。全部洗って拭いたんですけど。こだわりミルクって書いてある。やっぱりこだわりミルクだからだ。あの中で牛乳を注いでくれるんですよ、ね。え、ミルクを入れてくれた後にコーヒーを。ミルクだけ渡されるんです。はあ、でそれを持ってマシンに行ってラテのボタンを押すとビャーって出てくるって。そういうオペレーション俺ミニストップで一回もやったことないけど、今日この後やってみます。うわ、そう、ミルクへのこだわりはもう間違いなくこのカップからにじみ出てますよ。そしてこれはちょっとどこだか分かんないで飛ばしまして、かわいそう、デイリー山崎ですね。このこだわりのなさがこだわりだもん、うん、そしてエキナカフェはドトールが監修ということになってますね。いやーめちゃくちゃ楽しみ。どうなるかね、予想つかないけど、まあなんとなくローソンがこのジャンルでは勝ちそうな感じ、今のところイメージとしてねしてますが、さあ皆さんどう見ますか。行きますか。行きましょう。うん、ちょっと待ちきれない感じになってきましたんで、うん、行きましょう。それではじゃあ例のあれで行ってみたいなと思いますよ。入れよ信用か。ABCDEF ということで、もうすでにこの時点でなんかもう質感違いますね。例えばこうざーっと見渡すとこの F のミルキーな感じとかね、あとなんかこの辺りトロッとした感じに見えますね。そしてこうもう今出現してからの数秒の間にも氷の溶けが進んでいく。早めにこれは飲み比べいかないとですね。香りからまず最初にチェックしてみましょうか。このカップの並びとこの ABC の順番は全然関係ないってことですね。全関係ございますね。じゃあちょっと A から。香りはそんなに飛び抜けてどうってことはないんですね、このジャンルは。なんか微妙にコーヒー感強めのものとかありますけど、全体的にはマイルドでシーンとしてる。飲み始めましょう。このコンディションが一番いい状態でね、飲まないとですからね。では行ってみます。それでは皆さん飲み比べますよ。まず A、 バランスがすごい、コーヒー感結構出てますね。もう優勝でいいかもしれない。お早完璧です。この流れバランス完璧、バランス完璧、バランス完璧です。さあ B いってみましょう。あ、面白いな。これコーヒー隠されてる、隠されたコーヒー、なんかミステリーな感じですね。なんかね一瞬コーヒーいるかなと思ったらスッ
なんか届くと思ったら消えてしまう、なんか蜃気楼のような、うん、不思議ちゃんだな、不思議、あー面白い。そして C、 濃密ちゃんですね、これは、うん、深い。これはこれなのかな、もしかして場所が合わせちゃったりしてないですか。あえて、あえて全然合わせてないですよ。濃密ちゃん深い、これはだからエスプレッソ抽出なのかもしれないなみたいな気がなんとなくしますね。色的にも一番コーヒー感出てるし、香りでもほのかに香りもコーヒー感あった。さあそして D、 かわいい、クリーム以上、クリーム以上って感じですね。うん、普通のミルクじゃない、なんだろう、まあ、なんか生クリーム、生クリームかわかんないですけど、クリーミーすごいな、うん、うん、だからコーヒー感っていうよりはクリームにコーヒーの香りがついているっていう飲み物ですね、うん、コーヒーは深い。さあ E、 うん、うまー、うまいっすか。E vs A 今もううまうん、リッチミルク、うん、コーヒーもしっかり出てる、うんうん、リッチゴージャスエレガント、いやすごい、いやいいんじゃないですか、いい。さあそして F、 うん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 、来た、そう来なくっちゃってやつが最後に来た、いましたか、分かってここに置いてんの、全然分かんない、最後のお餅っぽいやつ、全然です全然です、ザ・コンビニって感じですよ、俺たちはこれを待っていたっていう、いいね、うん、これはね、喫茶店とかカフェには絶対出せない世界なんですよ。なんかコンビニで飲むコーヒーの独特のあの風情、あの情緒感、いやいいわザ・コンビニって書いとこう、分かりやすさ、うん、シンプル、うん、カフェラテですが何かっていう潔さあるね潔よって書いときます。いやいいね、これテンション上がる、 E からの F って流れがめちゃくちゃいいですか、いや今日特別審査員いないのもったいないわ、よかったかも、でもこれ盛り上がりすぎる、これやってたらだってもう氷の時計の関係があるから、そうですよ、短時間でクイックにやんなきゃいけないんで、これ荻原備長炭いたらなかなかですよね、うんうん、終わんない終わんない、一人で終わるんです、ちょっとアッピーにごちゃいただきます、いただきます、行きましょう、おう、香りは本当にどれもって感じですね、うんうんうん、わうまえ、何番いいです、いい、すごいね、いい、うまい、なんかこれはすごいね、あ、本当ですね、全然違う、なんかこの人だけ、うん、いい、やってくれちゃってますね、これは、これは、これはちょっと値段も違うんじゃないの、値段は220円ぐらいだったと思います、全部そんなに変わらない中で、うん、このいいはよくやってますよね、うまい、本当においしい、大丈夫ですか、儲かってます、ちゃんといい、これ心配になるぐらい、うん、贅沢リッチゴージャスエレガンっていうのいい、サイズはもうちょっと迷うことなく並べちゃったな、キャラクターが全然違うんで、これ正直言って並べるのは簡単かも、逆に、あ、今まで並べるのが難しすぎてもう何通りも飲んでですね、おかわりまでしてそれでも決められずみたいなランキングいっぱいありましたけど、
歩ランキングをぜひ皆さん見てくださいね。で今回はこれ結構やろうとしてることが明確で、体造的な基準からすると、まあ、結構すっきりこう並べられる。体造的な基準が何なのかっていうのをちょっと簡単にお伝えしておくと、まずは飲み物としての質の高さです。この質の高さ何なのかっていったらコーヒーとミルクそれぞれです。素材感がちゃんと生きているかという軸がまず一つで、もう一つはやっぱりこれコーヒーなんですけど、あくまでもカフェラテなので、どちらかというとミルクをちゃんと活かせているのかってところですね。だからミルクとコーヒーそれぞれの素材感がちゃんとある上で、ちゃんとミルクを尊重リスペクトできているか、まあ、この2つの軸を基準に太蔵は考えています。これはね、基準が違うと当然違う、ね、順位付けになると思いますから、まあ、ここが面白いところなんですけど、あくまでも今体重はそんな感じで言ってますね。ちょっとこの部屋結構今冷房効いてきて涼しくなってきたので、うん、炎天下で飲んだらもしかしたら E のリッチさはちょっとリッチすぎると、なんかこう冷房の効いた寒い部屋、もしくは冬場に食べるアイスクリームの美味しさとかあるじゃないですか。そういう観点で E が抜群に今美味しく感じてますけど、逆に言うならばこの B の薄いキャラクター感、ミステリー、コーヒーに手が届くと思ったらスッて逃げられてしまう感じが、暑い中グイグイ飲むのにはいいとかね、あるかもしれないですよね。まあシチュエーションによって変わってくるということをね、ぜひちょっと前提に置きたいなと思います。太蔵は今までで一番早く並んだかも。そうですね、うん、早いですね。いやちょっとおかわりしたいところだけどもうないよね。ありますありますよ。あります。 D が欲しいな。 D でありがとうございます。ここに眠ってるんですねD を追加いたします。いやクリーミーだったじゃないですか、うんうんうん、でクリーミーだったんだけど、氷が溶けて最初に太蔵がクリーミーって言ってから数分経った後、もうねそのクリーミーが薄っぺらい感じになっちゃったんですよ。もう一回思い出します、あの頃あの頃うん、クリーミーだけど結構こう表面的に繊細な羽衣感っていうんですかね。これはあの茶道用語でしたね。繊細な羽衣感、サウナの後の水風呂、そこで生まれるあの繊細な羽衣をまとった感じ、ちょっとでもお湯が荒れると消えちゃうじゃないですか。なんかああいう儚さを感じるよねこの D。 ちょっとまあこのね下の方につけたのはどうしても全体的な印象がちょっと濃度が足りないなというような印象。これでも見るからに E は液体としてこう牛乳が多い、牛乳だけなのか分かんないですけど、うんうん、出ます。もしかしてスペシャルミルクを奥で入れてきてくれたミニストちゃんとかなんですかね。どうかな、これもうブランドまで当てたい感じがしてきちゃうけどE がうまい。 E うまいよね。何周してもやっぱ E がうまいんだ。何周してもってことは、うん、ちょっとこの E がどこのブランドなのかマジ気になるな、うん、どこだろうね、うん、こんなにミルキーな感じを前面に出してるブランドってもしかしてミッションインポッシブルのトム・クルーズ感ですか。違うか違うか、トム・クルーズはもうちょっとソリッドな感じに持ってくるよねそれは別に関係ないんじゃないですか。関係ないですかねトム・クルーズが監修したわけじゃない、うん、ない。ただコラボしてるだけですよね。コラボしてる、うん、ハッピーニコちゃん的にはできました。出ました出ました出ました。教えてください。先に行きますか、うんうん、E、A、C、D、F、B ですおお超似てる。なるほどね。F が F がそこに入った。F 下から2番目です。ちょっと何とも言えない感じでしたね。ジャカジャンだよね。うん。若干ジャンキーで。そうなんですよ。ジャカジャンで伝わるかな。ジャカジャンなんですよ。なんか伝わった。うん、ジャカジャン感が俺は結構良かったんだよね。ちょっと下になっちゃいましたね僕は。なるほど、うん、どう捉えるか難しいね。ちょっと難しかった。問題作、うんうんうん、面白いわこの F どう捉えるか聞きたいね。ニコちゃんは、うん、私はですねアッピさんとめっちゃ似てます、うん、E、C、A、
DFB。 おお、やっぱこれ相当近いよ、うん、2と3が逆なんだ。逆なだけ、うん、EC は結構濃いめなイメージじゃない。なんか C がちょっと焦げたショコラみたいな。そうですね、うん、ちょっとそのビタースモーキー感みたいなのありますね。そうそうそう、うん、C はね。なんかアッピー C 何位？ C 3位にしました。難しいよね、 C の位置づけ、うんうん、C とか F とかのその解釈の仕方難しい。ちょっと体操ランキングはさっきからずっと言っちゃってますけど、一応発表しましょう、うん、E、A、F、うん、C、D、B という順番で、うん、まあ、E はミルクリッチ感めちゃくちゃ良かった、最高です。これがなんかあの一つだけ高い飲み物なんじゃないかなっていうぐらいちょっと特別感感じます ね、うん、すね。まあ、次に A が良かったっていうのはこれもバランス最高です。うん、すっきりしているしマイルド、柔らかいのにキレがあるって、これも絶妙なバランス感、素晴らしいですね。で次にジャカジャンナ F、 これはね好きでした。コンビニだからこそ飲める世界観っていうのは良かったなって気がしますね。でその後に持ってきたのが C、 これはニコちゃんが2位に持ってきたんだっけ。そうです、うん、これはこれでいいんだよね。濃密ちゃんって最初に泰造言ってたと思うんですけど、この深みがいいんですが若干コーヒーの苦みを立たせすぎかなと。でコーヒー屋側としてここまでコーヒーの苦み立てちゃっていいのかなっていう疑念からここに来た。でもねやろうとしてることは明確ですごいいいですね。さあそして5位に入れたのが D、 これはね最初の一口めちゃ良かったんですよ。上位に食い込むなと思ったんですけど、氷が少し溶け始めたら急激にそのクリーミーっていう層が薄くなってきちゃって、なんかペラペラな感じに後半になってきちゃったんですよね。これはだから液体のコンディションの問題もあるかもしれないですから、通常のカップで飲んだ時の印象は違うかもしれない。ただ今はやっぱりそう感じましたね。で最終的に B、 この B が第6位に入賞したっていう件は全員一致。あ、全員一致ですね、うん、なんでですか。これ大豆も一口飲んだ時からコーヒーが隠されたこのミステリーな感じ、なんか一枚レースのカーテンを挟んでる感じっていうのは不思議で何なんだろうってずっと思ってたんですけど、どうですか。遠い感じしますよね。でもなんかガブ飲み系感じ。そうなんだよね、グイグイ行きたい時に B は何も気にせずに飲めるから、うん、遠い感じなんかニコちゃんもあれだね、もう味の世界に完全に入りましたね。遠い感じいいね。いやちょっと気になるな、当てたいな。やりますか。当てたいな。無理やりやってみる。やってみましょうよ。無理やりやってみる、うん、じゃあなんとなくこのミルクのすごい主張が残ってるカップからして、うん、E がミニストップにして、うん、ローソンは俺 C のコーヒーのタッチが C なのかなっていうふうに思いました、うん、でやっぱりチャンピオンが監修したバランス感が A なんじゃないかなっていうところと、ジャカジャンの F でしょ、うん、ジャカジャン F はなんかこの辺りが持ってきてほしいね。ちょっとね B の隠されたがこのどちらかになっちゃったけど、これちょっともう違う、うわー、 B がどのブランドにもこうイメージがないから、ちょっと何も書いてないやつを B にしてみようかちょっとわからない。 F のジャカジャン感をザ・コンビニってことでセブンイレブンが出してるとして、D のクリーミーなところのこだわりはドトール監修の粋なカフェ、こんな感じで並べてみました。了解です。どうでしょうか。ちょっとね、正直なところそんなに自信はないですね。これわかんないですけど、なんか声だけキャラ違うとさ、そのコンビニにどんなイメージ持ってるかみたいなのこう出そうな感じするけど、そういうわけじゃないです。全体的なバランス感の中でちょっと並べてみました。どうですか、どうですか、当たってんのもある。ですね、うん、3つ当てます。3つ当てる、まあまあ、半分当たってます。まあまあですかね、半分当たってます。ちょっと当たってるやつを、当たってるやつからいきます。当たってるやつから、当たってるやつから発表します。新しい、じゃあ当たってるやつの下からいきます。はい、結果発表します。お願いします。当たってるやつの1つ目は B のデイリーヤマザキ。おー、マジですか。正解です。このカップにぴったり、ぴったりじゃない、うん、もうミステリアスとしか言いようがないじゃないですか。いやそういうこと、うん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 、そして当たってるやつの2つ目は F のセブンイレブン。おお、
おー、ザ・コンビニっていうとこですね、うん、そうです。あ、なんか嬉しい。ここが違ってるってことじゃん。そういうことです。そこが違います。え、マジ。そしてそして当たっているところの3つ目、うんうんうん、こちらは、うん、A のファミリーマート。おー、ということ、なるほど。バランスが最高って言ったのは、うん、チャンピオン監修のラテってことですね。そうです。ということでミニストこの最強評価の E、 これはどれなのかということですね。ミニストローソン、エキナカフェのどれか、ニューデイズ。じゃあ真ん中の、C のカップですね。C のカップ、うん、C のカップは4位の C のカップ。ああ、ノーミスちゃん、うん、ニコちゃん2位にした、うん、そうです。でコーヒーの苦味の輪郭がすごいはっきり立ってたやつですね、うん、第4位 C のカップを発表します。お願いします。 C のカップはニューデイズ。エキナカフェ、こういうことだ。そうするとこれはもうほとんどあれになってきましたね。いや、ミニストップじゃないってことになってるから、あれ、これはもうドドーン。第1位はローソンがやっぱりカフェラテのジャンルではやっぱ圧倒的なんですね。うわー、すげー。今までこのコンビニコーヒーランキング、いろんなジャンルありましたけど、うん、ローソンがこんな圧倒的に優勝したことはなかったかもしれない。そうですね、これそうですよね。本当にすごい。そしてミニストップは D、うん、D でした。 D はあ、クリーミーなんだけど、そのクリーミーさが氷が溶けてくるとちょっと消えていっちゃったと、うん、だからクリーミーなのはやっぱミルクのこだわりだったんでしょうね。最初のクリーミー感はやっぱり特殊だったんで、うん、このカップの表面に表現されているやっぱいろいろあるね。いや、面白いわ。ローソン町カフェさん、おめでとうございます。圧倒的。え、これ E は全員1位だった。全員1位です。圧勝でした。で B が全員6位だった。そうです。すごくないかこれ。これなんかもっと大勢の人でやったらどういう結果出るか楽しみよね。ファミマも僕と太蔵さんが2位でニコちゃんが3位ですね、うんうん、これも相当全体的な評価が高かったってことですね、うん、え、ちなみに気になる F は？ F は俺がジャカジャンって言ってた、この F の僕とニコちゃんが5位にしてます、ね、ああ、ジャカジャン5位ね。なるほどなるほど。でもザ・コンビニのアイスカフェラテっていう感じがしたのは、太蔵がセブンイレブンでよく飲んでるっていうことなのかもしれないですけど、うんうん、慣れてるみたいなのがあるかもしれない。それにしてもこの町カフェの圧倒的なバランス感、エスプレッソ抽出のそのガンっていうパンチみたいなのも全然気になることなく、美味しかった。なんだろう、この完璧なバランスの中で綺麗にまとめている。素晴らしいな。うん、リッチ、ゴージャス、エレガント。でも最初飲んだ瞬間に出ましたからね、うん、いや、すごいですね。改めて飲んでみたいと思います。そしてこのミニストップの最初に奥で特別なミルクを入れてきてくれるオペレーションももう一回見てみたいし、この D に関してはクリーミーな感じがものすごい強くて特別だったんで、フルサイズのこのカップで飲んだ時にどう感じるかっていうのをもう一回やってみたいと思います、ね、皆さんもぜひお近くのコンビニね、いろいろと試してみていただければと思いますし、この夏何人かコーヒー好きが集まってこうね、同窓会やったりとか親戚の集まりがあったりとか、まあ、そういう時にみんなでブラインド飲み比べ企画なんか楽しいんじゃないかなと思いますよ、うん、いやー、今日本当にドキドキハラハラしましたね。皆さん最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。これまでのコンビニコーヒーランキング編いろいろありますから、ぜひとも概要欄からねチェックしてみてください。またこれ来年もやれたらいいですね。毎年どん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 ブラッシュアップしていくことと思いますので、ぜひ次回もご期待ください。さあ、それでは皆さんまたお会いしましょう。ハッピーなアイスカフェラテライフを。